2010年7月に西アフリカ諸国経済共同体の出席した首脳たちの集合写真。ジョナサンは右から5番目である。2012年、韓国のソウルで開催された各セキュリティサミットでのジョナサングッドラックエベルジョナサンはナイジェリアの政治家。同国第14代大統領、第11代副大統領などを歴任。 ナイジェリア議会国民民主党所属議員。ナイジェリア南部のリバーズ州のオグビア LGA のオトエ家で生まれた。ポートハーコート大学で、水生生物学、水産学の修士を経て、動物学博士号を取得。妻は、ペーシェンス・ジョナさん。2005年12月知事のディエプレイ・アラミエ,エーセイガが、ロンドンでの資金洗浄の権威で逮捕され、12月9日副知事の、 ジョナさんが知事に就任した。2006年12月には、大統領選挙に先立ち前副大統領のアティク、アブバカルが追放され、オバサンジョの後継候補、ウマル・ヤラドゥアの副大統領候補に選ばれ、ヤラドゥアと共に4月に行われた2007年のナイジェリア総選挙に勝利し、2007年5月29日に、ヤラドゥア政権の副大統領に就任した。 4月20日には選挙の知恵を図り、ジョナさんの暗殺が、試みられたが失敗に終わり無事だった。勝利後の5月16日にも選挙結果に不満を保つ者に自宅を襲撃され警官が2名、殺害された。ヤラドゥアの公約である、資産公開に伴いジョナさんも2007年8月8日に5月30日時点での、資産を公開し、総額295,304。 420、内ラであった。2009年11月より、大統領のヤラドゥアが心臓病の治療で国外の病院に入院し、国政に混乱が生じたため、翌2010年2月9日に大統領権限を移譲され、大統領代行に就任。この間、内閣改造を行い、ヤラドゥアに近い閣僚を外したとされる。5月5日にヤラドゥアが死去し、 正式に大統領に就任。残り約1年の任期を引き継ぎ、2011年4月16日投開票の大統領選挙で57%の票を獲得し、当選した。2015年3月の大統領選挙で敗れ、同年5月29日に退任。就任以降、北部を中心に、イスラム系武装組織ボコハラムの活動が活発化。多数の集落や学校、 教会が襲撃され、住民の殺害、誘拐が相次いだ。2013年に非常事態宣言を出したほか、2014年5月には、大テロ戦争を宣言して母国ハラム側に、徹底抗戦の姿勢を示した。先代のおば参上大統領から引き続き、経済協力の相手先として、中国を重視する。2013年には中国を訪問して、習近平国家主席と、 会見、2014年には、理活教首賞をナイジェリアに迎えるなど、関係強化を進めた。こうした、関係強化を背景に、多数の商業案件や沿岸部の鉄道プロジェクトが、まとまるなどの成果を見せている。ありがとうございます。